度まで160度はい、なんかそんな感じです。 YouTube タイプもあるんですか？あ、はい、そのままにアパカバーリテツジすき焼きラキラキコンテンカリーに24時間で自転車でどこまで遠くに行けるのか。時刻は12時20分東京からどこまで24時間でどこまで行けるのかな。もう帰りのことなんて考えておりません。帰りは帰りでまた別で考えたいと思います。インドネシアにお住まいの皆様にお届けしたいのがこちらに出てくるかな、富士山。富士山をぜひこの僕の携帯でお届けできればなぁなんて思っております。出発が12時半、12時半から24時間後の12時半を目標に帰りたいと思っております。めっちゃ不安です本当に。で、24時間ずっと自転車に乗り続けると、足睡眠バグってしまうので休憩、仮眠等々はありです。どこまでとにかく遠くに行けるかということですので、僕の最終目標は、まあ、静岡まで行きたいなと思っております。地図はこんな感じです。ドン。それでは自転車に乗って24時間企画やっていきたいなと思っております。それでは早速行きましょう。怖い、行くぞ。はい、1時間ぐらい電車で走って、今は神奈川県がございます相模野市に、来ております。さっきね看板で見たんですよ。静岡まで160キロ、途方もです。はあ、はい、ご飯登録ちょっとご参加ください。はい、榊原です。ただこれ、はい、お友達から借りたもんなので、あ、なんて名前だ、松本岳って言うんですけど、はい、でも元の持ち主の方が芸人の名崎武さんから、はい、いただいたものです。芸人、はい、いや、やっぱり名崎武さんが元々乗られていたものです。の本名の、はい、ちょっと横にしていいですか。はい、どうぞどうぞ。今この自転車でどこまで遠くに行けるかっていうのをやってるんですよ。はい。なんか YouTube がやられてる。なんかそんな感じです。YouTube チャンネルもあるんですか。あ、ありはします。本当ですか。はい。ぜひぜひ見てほしいです。逆に。何て言うやつ。すきらきって書いてあります。すきらき。はい。すき焼きラキラキって書いてあります。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ちょっと盗まれたものじゃないってことで確認取りましたので。はい。ありがとうございます。いやいや。じゃあずっと日本の国から静岡の方まで行くんですか。そうですそうです。そうです。あの富士山を撮りに行きたくて。富士山。はい。富士山ってここからでも撮れますよ。じゃあ、あの間近で。間近で。はい。なるほど。多分この先警察官がいっぱいいるんで。はい。最高じゃないですか。神奈川にいる間はこれ見せれば大丈夫ってわけじゃないんですけど、はいはい、このさっき警察官に盗まれたものじゃないかの確認もされましたってことで言っていただければ、そこまで面倒くさくない。あ、だいぶキュートになるってことですか、はい、すいません。どうもありがとうございます。失礼します。そこからさらに1時間経ちまして、コンビニも何もございません。怖いもんね、もう何も見えん。そこからまた漕ぎまして、時刻は4時半ぐらいかな。
ざっと50キロぐらい漕ぎました。今は愛工石田駅、神奈川かな、まあ、遠い足さすがにお腹空いたんで、プロテインバー食べていきたいと思います。いただきます。うまっ、うまっ、うまっ。今のとこだいたい1時間に1回ぐらい小休止を挟んで、向かっております。だから出て4時間ぐらいだから、1時間で12キロずつ山道がね何個か続いてるんですよ。だからそれ以上は全然行かないから、富士山まであと7時間ぐらいかかるみたいで、富士山の間に多分めっちゃ山があんのよ、わーって。まあそれ越えないと無理やから、まあ多分次日が昇ってる可能性が高いね。じゃあ引き続き越えていきたいと思います。バイバイ。はい、時刻は5時半を回りまして、空がね明るくなってきた。こちら新前場トンネルから山が下りになると思いますので下っていきたいと思います。行くぞ。いや、トンネル通るの初めてやな、自転車では。うわ、やば、気持ちいい。うわすげえ。静岡まで121キロ、遠いなマジで。アホちゃおうか。日本の朝焼けだ。うわ、めっちゃ綺麗、やば。はい、今現在6時10分とかで、走ってきた距離が66キロだそうです。唇の色が悪いです。体調不良みたいだね。元気ですよ。ご飯とちゃんと後で朝ご飯食べますけど、これが懐かしかった。これ知ってる人は同じ世代だと思います。このスティックガンも知ってる人たちは、ね、てかさっき山登ってる最中にガサッと音がしたから、何って思ったら野生の鹿が5匹ぐらい走ったんよね。これびっくりした。マジでいい体験しとると思います。あ、いやいやいや、あ、伝説くれ、あ、伝説くれ、あ、やばっ。おーい、時刻は7時50分今どこへ向かっているかと言いますとですね、僕の目の前に見えるんですけど、あれ、あの白いの、富士山がすごく綺麗に見える場所に今、頑張って向かっております。めっちゃ綺麗なんよ、天気が良くて。なんとかして見てくださってる人に伝えたいなと思って今必死こいて頑張っています。もうとにかくすごいです。景色が緑でいっぱいです。静岡の山北駅の近くでございます。では引き続き頑張ってまいります。じゃね。今ねこういう線路のところに来てるんですけども、何回か小休止挟んだっすけど、ちょっとね足が自転車漕ぎにくくなってて、でですね、今85キロかな走ったっすけど、山道に入っててちょ怖いんで、あの歩道とかがもうほとんどないところで今すごい細道に来てるんですけど、乗用車の方に迷惑がかかるなとちょっと思い始めてて、で自分も疲れがピークに達してるので、富士山すごく綺麗に撮りたかったが別の場所に切り替えたいと思います。無事静岡に着きました。遠い、えぐい、マジで。あと1時間ぐらい漕いで日本で有名なとあるところに行ってみたいと思います。では、いや辛すぎ、無理やろこんな。ん、あ、めちゃめちゃ脇腹つったね。よいしょ、ていっ、気持ちいい、いや気持ちいい、あー足が痛い。おおおお、この突き当たりを右、
右。ちょっと待って、絶対おかしいと思います。もう道ね道じゃない。本当にこれマジで、じゃマジで生きてる。 Google さんやばいぞ。はい、着きましたのは日本で一番でけえアウトレットです。御殿場アウトレットに到着いたしました。ちょっと十何時間ちょっと自転車漕ぎ続けて足がやばい。これが見せたかったんだが、富士山が見えぬ。富士山が見えない、曇ってる。ちょうどということなので、一回まず僕はリフレッシュして、また動画撮りたいと思います。現在急遽この動画を回しております。もう僕の24時間どこまで遠くに行けるかはこの現時点をもって終わりにしたいと思います。マジで限界までやった。うわっ、これだけは間違いない。もうマジで痛い足。御殿場のアウトレットって、駅まで直行のシャトルバスとか高速バスとかが出てるんですね。もうそれに自転車乗っけて帰ろうって思ったんですよ。ほんなら自転車を乗っけられないと、僕動けない。陽介に迎えに来てもらうようにお願いしました。ただ代わりに御殿場アウトレットに来ているので、残りの時間陽介が迎えに来るまでしこたま満喫したいと思います。100キロよ。そう、100キロを12時間、ほぼほぼ休まず走りって言った。あとの半分はせっかくアウトレットにおるんで買っちゃおうかなみたいなって思っております。で、あまりにも疲れたんでお風呂も入ろうと思ってます。全力で満喫します。今ものすごく富士山が綺麗に見える瞬間が来そうなんで、ちょうど見えない。それを撮って満喫したいと思います。ほらやべえな、今雲がかかっているところ全部富士山です。はい、御殿場アウトレットです。静岡って言ったらこれだべ。爽やか爽やかやってね。寿司食いたい。寿司探そう。Japanese Mount Fuji. So beautiful. めちゃめちゃ綺麗な大浴場ですね。はい、やばい。ってなわけで貸切露天風呂借りました。イエーイ。そして買ってるんです。着替えちゃいますか。いくよ、せーの、はい、着替えました。はい、かわいいこのキャップ、めっちゃかわいい。このシャツもすごいかっこいい、かっこいい、かっこいい、新しい靴も買いました。はあ、マジでゆったり過ごしている。もう忘れちゃいけませんよね。ね、今からはお風呂に入りたいと思います。次はタオル姿に変身しちゃおうと思います。いくよ。あ、これやるともうボロンと近いな。これこう後ろ姿でいいですか。せーの、はい、着替えました。ということで、早速なんですけども、お風呂の方に行きましょう。やべやべ、めちゃめちゃ行きたい。何回この中行ってもええわ。完璧だ。あ、丸なしやん。惜しい。丸なしです。ケーケーと一緒に、へい、気持ちよすぎるやろ。もうなに見てんの。めっちゃ綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ綺麗。
もう普通に入るだけです。じゃあもう一度風呂浴びてシャワー浴びて出ます。上がった姿でお会いしましょう。はい、ということで榊原哲の24時間企画、24時間でどこまで遠く行けるかば、って感じだったけど、12時間を100キロに費やして、でもう12時間はアウトレットをとにかく満喫する。趣旨は違えども、良いや、もう100キロ俺走った、マジでしんどい、太ももが赤いんよ。でこれからね、陽介に迎えに来ていただくんですよ。本当に申し訳ねえと思ってる。頑張ったの、ご褒美ください。マジでクソ、ヘビこんばんは。こんばんは。元気ですか。はい。あれもうただ贅沢してるだけなんで。何してたんですか。はい。あれなんかめちゃめちゃ買ってません。はい、あ、もう普通に買いました。はい、我慢できなかったっす。無理です。迎えに来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあとりあえず車まで行こう。わかりました。いかがでしたか今回の24時間は。山を舐めたらいけんねん。やばいっていうかさ、なんかさ途中経過聞いた感じさ、ペース速くなかった。え、速かったと思うよね。夜中とか俺多分めっちゃ早かったんよ。夜明けマジで良かった。マジ？うん、もうめちゃくちゃ最高やった。ここまで来て、うん、あ、もう無理やってなって、あ、なった。はい、一回すごく富士山が逆に撮れる山中湖って知ってる？はいはいはい、あ、知ってるよ。じゃあテレビでも超有名なのに行こうとしたのよ、うん、行こうとしたら富士急の近くだね。そう、あまりにも山道なんよ。俺もう悲鳴上げとって坂とかずっと降りて歩くしかできないんよ。しかもこのチャリやばいね。うん、マジで泣きそうになったんよ本当に、うん、だから電話したんじゃん。やばい。じゃあマジで無理かもしれん。危険すぎる。死ぬかもしれんと、うん、で、まあいろいろあって御殿場来たじゃないですか。はい、そこからどんな感じだったんですか。御殿場っすか。はい、まず御殿場来るまでに10回ぐらい道間違えたんですよ。やべえ、頭が働いてないよ。なるほど。民家と民家と畑と畑の間の砂利道行くんよ。マジ。うん、ずっと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 、だからもう、あ、終わったわと思って。で、電話ついて、とりあえずついて、本当に無理だ、本当に無理だと思ったよ、うん、一人やったし、うんうんうん、だからもう動かん。何してたんですか。え、贅沢しとった。何したの具体的には。寿司爆食い、空の服爆買い、空の貸し切り露天風呂で一人風呂。最高じゃん。うん、24時間耐久ごめんなさいとは思ったけど、でも逆に24時間は12時間きついことして、うん、12時間もう税の限りを、そう、デッドアライブした。デッドアライブした、うん、で今の現状はどうなの。ダメ、回復してない、さすがに。あのね、うん、お風呂入ろうって思ったら、うん、太ももになんか斑点みたいなのがめっちゃできたよ。ブワッ、あ、内出血だ。うん、で、ふくらはぎと太ももがズタズタになってるんだと思って。うわ、今歩くのもしんどい。足が完全に棒ですよ。棒でしたか。はい、よく頑張りました。僕もね、こんな早く迎えに来ると思わなくて、ちょっといろいろ予定がね。すいません。いやいやいや、なんかでもさ、8時に着くってマジで8時に着いたのすごい。すごい。いや、救出できてよかったよ、とりあえず。なのでね、まあ、ここからはちょっとゆっくり帰るということで、はい、車の中ね、別に言うてももうあの子爆睡するだけなんでね。もう爆睡できないんよね、マジで。寝た、とりあえず。え、マジで30分ぐらいしか寝てない。寝てないか。 OK、とりあえず車着いたということで、はい、これで閉めてもいいよ。帰ります。ねえ、その真っ白に住んでやめてもらっていい？いや、真面目にやってるで。あ、そうか。真面目にやってるんです、はい、こっちも。お疲れ様です。ありがとうございました。